崎がプライベートで通うカレー一品目は八重洲ダクシンのチキンカリーとチーズナン。ちなみにもう一軒おすすめのカレーのお店あげるとして、そうですね、スープカレーのお店ですね、マジックスパイスさん結構美味しいですね。